皆さんこんにちは。指揮者クラシカル DJ の水野葵です。この度ニューアルバム Voice An Awakening at the Opera をリリースしました。そして今回横に座っているのはそのリード曲ネッスンドルマを歌ってくださったロットバルト・ワロンの三船雅也さんです。はい、三船です。いや、レコーディング直後ですけどどうでしたか？いや、めっちゃ緊張したよ。あ、緊張したんだ。名曲だし、イタリア語だし、もう。いや、もうあのイタリア語にするしないの以前に、最初に三船さんに、うん、あれだったら日本語の歌詞作りますよって言ったら、うん、いや、俺はイタリア語で行くっていう固くなな返事が来て、まあ、そうですね、そう言いました。いや、でも本当におかげさまで素晴らしいクオリティの発音、素晴らしい表現っていうことで、もう本当にこの超歴史に残る名曲を現代版に素晴らしくアップデートしてもらえたと思います。あ、でも何だろう、葵君がトライしてるその何だろうな、クラシックミュージックを現代に、まあ、アップデートして超えていくみたいなことに、あのすごく身をもって音楽とともに一緒に作ることであの知れたので、何かそう葵君の本当にコンセプトにぴったりの楽曲になったと思います。あの、そのコンセプトぴったりの歌い方をしてくれたと思います。あ、嬉しいです、はい、ね、ちょっとみんなにも楽しんでもらえるといいなと思っております。はい、このアルバム Voice An Awakening at the Opera ぜひぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。